Oh,
久しぶりです。久しぶり。赤パンツこと日月真二です。何か。はい、ということで、明けのおかみ、ライブ始まりました。今日はトラスちゃんの、復活ということで、しかもこのクリスマスイブにね、こんなとこ来てる皆さんよっぽど暇人ですね。まあそう言いながらここに立ってる俺たちが一番暇人なんですね。まあ暇人同士最後まで楽しんでいきましょう。洗脳されるな、真実は自分ですか、どれ
トラシさんのねイベントを呼んでいただきまして本当にありがとうございます。復活ということでね、またこのヘブンズゲートも定期的にされるんじゃないかと思うんですが、またぜひ呼んでいただきたいと思います。明けの狼、次のライブ決まってます。次はあの12月30日西九条プランニューでやります。年末のまた忙しい時にやりますが、また暇人の人集まってください。暇人だな。暇人。まあやってる俺たちが一番暇人なんですけどね。なんか笑うとこですよ。失笑ですよね。ちょっと俺喋り最近あかんのでね。サビ喋り絶好調のちょっと正明に一言。まあ暇人どもこんばんは。あのね、今日もね、まあ、トラッシュさんと、まあ、仲のいいバンドさんばっかりなんですね。トラッシュさんと、まあ、DSD さん、まあ、僕の大尊敬する森ヤンキーさんとですね一緒に楽屋も一緒なんですよ。
まあ、さらにね、まあ、トラッシュの、まあ、リコさんが気を利かせてくれたんでしょうか。なんかね、もうクリスマスプレゼントって言いますかね、僕らね、さっきのアイドルさんと、アイドルじゃないね、シンガーソングライターの若いお姉さんと一緒の楽屋なんです。拍手、楽屋一緒なんで、森山さんに MC ね、何話したらいいですかね聞いたんです。そしたらね、いいか、まさき最近世の中で流行ってるものがあるの知っているか。なんでも世の中には今、うんこドリルなるものがあるらしい。そして吉本では乳首ドリルなるものが流行ってるらしい。わかるか、まさき、ここまで言えばもうわかるだろう。うんこドリル、乳首ドリルときたら次に来るものはなんだ。チンコドリルやWe'll be right back.
れて傷つけた手が転がってくらい、きらめく未来はすぐ目の前に、後ろでみんな手拍子してくれてます。ありがとうございます。あー、後ろのミランダちゃんが手拍子してますよ。ファンの人必見ですよ。後ろ向いてください。ヘイ、ありがとう。盛り上がってきました。見渡せば誰もいる。